まだマスクをしている方が多いの。そうですね。昨日見た YouTube でもマスクして戦ってる人がいたな。それはプロレスじゃないかの。あ、そうか。セニョール君は相変わらずボケとるの。いやいや、それほどでも褒めてはおらん。ということで今回の指令は車のマスクことエアコンフィルターじゃよ。エアコンフィルターについて研究せよ。そうじゃよ。エアコンフィルターがどんな働きをしておるか見てみよう。マスクが今回のテーマへの前振りだったのか、作者もだいぶ苦しくなってきたな。これ、うちはネタはいいからさっさと本題に入るぞ。はい。そもそもじゃが、家でもエアコンを使っておると思うが、セニョール君は手入れなどをしておらんのかの。僕は何もしていません。不潔じゃのう。わしはシーズン前にちゃんとフィルターのお掃除をしておるぞ。家庭用のエアコンにも簡単なフィルターがついているが、結構ホコリが溜まっておったりするものじゃ。そうか、それを放置するのは何か汚い気がしてきました。うん、そのままだとウイルスやカビが増殖したり、風量が落ちてエアコンの機器自体が落ちてしまうの。え、エアコンの機器まで落ちちゃうんですか？そうじゃ。カーエアコンフィルターはさらに条件が厳しくて、役割の一番目はホコリはもちろん花粉や PM2.5 まで除去する除塵性能じゃよ。家庭用のエアコンより厳しい条件で仕事をしてるんですね。その次は排ガスなど嫌な匂いを活性炭で吸収する脱臭作用じゃな。その次に抗菌、抗カビ作用ですね。その通り。抗菌剤を採用し、フィルターに付着した菌、カビの繁殖を抑制して、免疫力が弱い赤ちゃんやお年寄りにも優しい車内環境にできるんじゃな。じゃあ、最近話題のウイルスはどうなんですか？抗ウイルス剤を採用し、フィルターに付着したウイルスの繁殖を抑制すると謳っておるんじゃが、メーカーに問い合わせをしたところ、コロナウイルスに対しての検証は残念ながらされておらんとのことじゃ。効果のほどは不明なんですね。あとは風量も性能のうちですよね。その通りじゃ。純正カーエアコンフィルターの転着剤付き活性炭は少ない密度でも高い脱臭効果を発揮し、高い除塵脱臭機能を実現しつつ快適な風量を維持するのじゃ。ただホコリを取るだけではなかったんですね。こっちのお高そうなパッケージのフィルターは何か違うんですか？それはじゃな、クリーンエアフィルタープレミアムといって、カーエアコンフィルターの性能に加えてフィルターに塗布されたビタミン C セラミクスからビタミン C が放出され、肌に潤いを与えるのじゃ。お肌にいい。うらっこくんがいたら食いつくところだな。さらにアレル物質抑制剤がダニの死骸や花粉などのアレル物質を24時間で 90% 以上抑制し、抵抗力が弱い赤ちゃんでも快適安心に過ごせるんじゃ。そしてペット臭もカットなんてすごいですね。でもお高いんでしょ？2500円のアップじゃな。そうか、僕は繊細だからアレル物質を抑制するプレミアムにしようかな。交換のおすすめは1年または1万キロ走行時じゃよ。ではスバルのお店へレッツゴーじゃ。